Yo, yo, come on, come on.1月17日金曜日です。皆さんこんにちは。司会の木村和子と木村和也です。柿の木彩乃です。よろしくお願いします。天気いいですね。そうですね、はい、あ、そこで終わりますか。さっきこれ本番入る前にちょっと熊本市内ね、現在のこの様子をね、はい、ご覧いただいている時に私がボソッと、まあ、天気やっぱ今日もいいねって話したら、ボソッと若干霞んでますけどねって言われたんで、あ、その通りだなと思って見てたんですけど、はい、失礼しました。そうですね、確かにちょっとですね、ちょっと霞んでますけども、ただ朝方はさすがに冷え込んでますが、日中はね、はい、少しはこの冬の中でも過ごしやすいかなという感じもいたします、はい、体調を崩さないように。ウィンタースポーツっていうのはもう例えばソチオリンピックとかも控えてますし、はい、今もう真っ盛りがもちろんあるんですけども、春から始まるというね、例えばプロ野球にしてもサッカーにしても、うん、ぼちぼちと自主練習とか、合宿などがスタートしてるじゃないですか。ですね。で、この熊本でも、その熊本にゆかりがある選手はもちろんなんですけども、熊本県出身というわけではなくても自主練習などをしてるプロ野球選手も結構いらっしゃるんですね、はい、で、まあ、もちろん例えばロアッソ熊本とかはもう始まってるじゃないですか、うん、そうですね、でこれから合宿も、ね、練習などもスタートしてるんですよ、今日から水俣キャンプですね、そうなるとやっぱりこのウィンタースポーツも面白いですけど、もちろんこれから春開幕を迎えるっていうスポーツも早く来ないかなって気持ちに、私なんかスポーツ好きだからなってるわけですね。ワクワクしますよね、でそんな中この間ロアッソ指導の中で、うん、もうこれはニュースでも再三お伝えしてるんですが、ものすごいサプライズがありましたね、はい、私もこれは本当驚いたし、3月の開幕は本当に待ち遠しくなっているものの一つなんですけども、うん、それにちなんだ問題から今日は行きたいと思います。今日の答えで4時問、はい、さあそのサプライズというのは、あの熊本出身の元サッカーの日本代表ですね、はい、こちら来ました、牧誠一郎選手が、ロアッソ熊本の入団が決定いたしました。嬉しいですね。夜ですね、はい、ロアッソの新体制を熊本県庁で発表するという場があったんですが、そこまでロアッソ熊本のもちろん知ってる方は社長以下ね、何人かはいらっしゃったと思うんですが、ロアッソ熊本のスタッフの方も知らなかったんです ね、選手の皆さんも直前まで知らなかったと。全然知らない。もちろんですから、私たちもですね、サポーターの皆さんも知らない中、夜突然の発表ということになったんですよね、まずは皆さんにはその模様をご覧いただきたいと思います。マキマキ成長、皆さんこんばんは。もっともっとクラブの価値を上げて、子どもたちがみんなこのユニフォームを着たいと思っていていただけるような、そういうプレーであったり、プロフェッショナルな姿を見せたいと思います。僕一人ではそんなに多くのことはできないと思いますけども、県民の皆さんや、選手の皆さん、スタッフの皆さん、みんなの力を合わせればできないことは何もないと思ってますので、一緒に皆さんでこのクラブを大きく作り上げていきましょう。よろしくお願いします。いやー、牧選手年齢が33歳ということなんですけど、もうまだまだこれからっていう、ね、選手の一人だと思うんですね、だって牧選手がこのエンブレムつけてるわけですから ね、なんか、まあ、熊本としても嬉しいことの一つだと本当に思うんですけどね、はい、このアスリートというのは今はなんかこのトレーニングの仕方とかさまざまな面でね、今日熊日の新鮮面にも載ってましたけど、その40代でもまだまだ世界で活躍している選手各分野でいるじゃないですか。楽しみですよ。もう牧選手もそういう意味ではこれからですし、まあ、本当にひたむきなプレーヤーなんでですね、活躍を、ね、期待し、そして引っ張っていってもらいたいなと思うんですが、お願いしたいです。この牧選手、熊本では大津高校サッカー部で、ね、大津高校出身になるんですが、今日の問題はこちらになります、はい、この現在ご覧いただいているロアッソ熊本の3人の選手の中で大津高校出身ではない選手が1人いらっしゃいます、その選手は誰でしょうかというのが今日の問題になります、はい、1番原田拓選手、2番矢野大輔選手、3番去年キャプテンでしたね吉井康介選手、この3人の中で大津高校出身ではないという選手ですね。私唯一お会いしたことがないからですね。あ、そうなんですか、スタジアムでは見たことあるでしょ。はい、そうです、そうです、今日皆さん 1,2,3 番いずれかでお答えください。プレゼントはこちらです。こちらです。天草梅肉ポークから豚肉と加工品の詰め合わせ1万円分、はい、
焼肉の鍋島から5000円分のお食事券、夕方一番からは現金1万円です。正解者の中からお一人にこれらの商品のうちいずれか一つをプレゼントいたします。メールは1番@rkk.jp、はい、ファックスは0963285555番です。答えの番号と住所、お名前、年齢、電話番号をお忘れなく。応募はお一人1通とさせていただきます。受付は4時40分までです。4時45分ごろ正解者の中から抽選でお一人に電話いたします。今日も余剰のたくさんのご応募お待ちしていま す, います。それでは今日も張り切ってまいりましょう。はい、夕方一番始まるよ。 J リーグ、さあ続いてはロアス情報です。はい、この間水曜日に新体制の発表が行われましたね。まあ今日四時にもなってますけども、その時はサプライズのね、牧選手が新たに加入するというね、もう驚きでしたけど、はい、その牧選手を含めて12人の選手が新しくロアス熊本に加入するということが発表されました。去年のシーズンはですね、まあ、成績は低迷してしまったんで、まあ、今シーズン新たな顔ぶれで、またこれまで活躍してくれてた選手たちも残りながらなんですけどね、新生ロアスですよね。そうなんですよね、そしてその新加入した選手の皆さんもこの発表の時に一人一人コメントを発表しているんです。これ意外に放送はされませんよね。はい、ニュースの中では紹介しきれなかった選手の個性があふれるような、そういったコメントを今日は集めてみました。ご覧ください。はい、こちら。県庁で行われた新体制発表では、クラブの指針やスローガンの絆マイホームタウン180万馬力というものの発表も行われました。今回は絆マイホームタウンなのね、180万馬力、より地域に根差していこうということですね、そして新加入のスタッフや選手の紹介もありました。牧選手もいますね。南宇田さんが、いなくなった今、チャンスだと思ってるんで、しっかり、1年目からスタメンに出て、サポーターの方々にしっかり名前を一日でも早く覚えてもらえるように、頑張りますので、よろしくお願いします。やっぱ1対1の対応だったり、セットプレーでの飛び出しだったらリーします。でもあんま人を笑わせるのはそんなに得意ではないです。お願いします。調子はドリブルとパスです。ライバルはバルセロナのメッシです。自分の調子は運動量と、ボールを簡単に失わないところです。ボールを失わないところはバルセロナの、イニエスタ選手より、いや頑張ります。なんとなく決めちゃうなっていうのも自分の長所だと思っています。よろしくお願いします。まあ利き足は頭とよく言われるので、まあ、ヘディングも得意なんですけど、周りの選手をの特徴を引き出してあげるってことは、自分の中でも、売りにしてますし、短所は、足元のプレー全般、はい、自分では短所だと思ってよろしくお願いします。その辺は考慮してください。思った以上に楽しい、それぞれのコメントで僕自身も、驚きと嬉しさで、ね、いっぱいです。いい形で融合させて、お互い切磋琢磨しながら、そして試合では、協力しながら、そういったチームをまず作っていきたいですし、その先に僕は J1 というのを、見据えていきたいというふうに思っております。ありがとうございました。なかなか結構ユーモアのある選手が多いんです ね。なんか人柄が垣間見えますよね。平均年齢としてもちょっと若くなってるんですよね。そうですね、およそ25歳はい、ね、まあ、この新生ロアッソ熊本ですね、春3月の開幕に向けてもう現在始動してますからね、はい、まあ、力発揮していって本当にもらいたいと思います。以上ロアッソ情報でした。では今日も4時までたくさんのご応募ありがとうございました。受付は4時40分で終了させていただきました。はい、今日の4時の問題なんですけどね、先ほどロアッソ情報でも紹介したんですが、牧誠一郎選手、ロアッソ熊本に今シーズンからの加入が決まりました。地元ということにはなるんですけれども、まだまだこれからロアッソ熊本を
どんどんと押し上げていくための一つの大きな力になるために帰ってきてくれたわけでね、嬉しいです、選手なんですけどもね、そんな牧選手出身は大津高校なんですけどもね、はい、今日の問題こちらでした。ロアストクの元には牧選手の他にも大津高校出身の選手がいます。ご覧の3人の選手の中で大津高校出身ではない選手は誰でしょうかというのが今日の問題でした。1番原田選手、2番矢野選手、3番吉井選手ということなんですが、正解いきましょうか。はい、正解はこちらです。吉井選手なんですね、吉井選手は鹿児島県出身、鹿児島城西高校ということなんですけどね、はい、原田選手と矢野選手は大津高校出身です。高校時代の写真です。あら、はい、あのですね、マク選手はなんか、まあ、面影ありますよ、そのままって感じするんですけど、あのみんな2個違いなんですって。マク選手の2学年下が原田選手、あ、だから先輩後輩だったんです、ね、3年生1年生、原田選手の2学年下が矢野選手、これ3年生1年生だそうですね、この3人が本当に暴れるようなことになれば、これはもう今シーズン面白いですよ。楽しみです ね、期待したいです、はい、ということで今日の一問の正解は3番ということになりました。3番とお答えいただいた方、こちら座っております。